まあ、スタートポジションのところが早く取らないといけないので、その切り替えの部分での立ち位置はまあ結構意識しないといけないなと思います。難しいっていう感じですか？あ、難しくはないんですけど、そのまあ走るスピードだったり頭 の, その切り替えのスピードだったりは大切にしないと、自分にしあの染み込ませないと、ちょっとボール奪って振ってしたら、まあ、その時間がロスの時間になるんで、そういうのは大切だなと思います。チームの雰囲気的にはどうでした？入ってみて。まあ初日なんでまだ分かんないですけど、自分が馴染めたら大丈夫かなと思いますけど、はい。ジャイアンツが好きということで。あ、そうですね、はい。もう練習場も間近にありますけど、はい、結構オファー来た時おって思いました。あ、練習場の位置とか知らなかったんで、だからまあ今日聞いて初めてそういう方知ったんで、はい、よかったです。え、結構ガチめなファンですか？いや、なんか親が昔から見てたんで、まあ自分も見るけど、別にまあなんですか、まあ、試合を見てるだけで満足なタイプです、はい。まあそうですね、今までの監督の中でやってきた、そのまあボール大事にすることとか、うん、ポジショニングのところとかはまあ継続して大事にしていかないといけないと思いますし、それプラスアルファでまあこのチームで要求されていることをやるっていうのがまあ大切かなと思います。個人、そうですね、まあサッカー選手としても人間としても、まあ、成長できたらいいなと思っていて、まあ、人間としてはまあ死ぬまで成長目指すことができるんで、まあ、その辺は、まあ、そこが上がればサッカー選手としても少しは上がるんかなと思って、そのサッカーだけじゃなくて全体的にまあ大きくすることでサッカーも大きくなるんじゃないかなと思ってます。